車で行こうです。先日徳島で行われたホンダ CR-G の試乗会に行ってきました。ハイブリッドのスポーツカーということで、その走りの実力に興味津々だったんですが、ナルトスカイライン相当気持ちよく走れましたよね。やはり道も良かったけれども車も良かったね。僕は本当に想像以上にこの CR-G いい仕上がりだなと思ったんですね。で、1.5 リッタープラスモーターの動力性能、これ自体はそんなに驚くほどっていうことではないんだけれども、さすがにホンダエンジンらしく気持ちよく回るし、それから6速 MT とハイブリッドの組み合わせも最高。ともちゃんもこうしてキメキメポーズで走りの良さをこれはアピールしてるのかな。アピールちょっと自慢げですよね。いや楽しかったっていう表情してるんだけれどもね。CVT もいいけれどもマニュアルも相当いいね。そうなんですよね。そして今回、車好きたちがカフェで車の話を語り合うのが、カフェレーサーっていう話があるんですけど、今回の試乗会では CR-G のハイブリッドカフェも登場して、結構盛り上がってたんですよね。そうだね。こうして見どころたくさんの CR-G なんですけれども、この車に関しては後日またこの番組でも詳しく報告していきたいと思います。それでは参りましょう。岡崎五郎の車で行こう。五郎岡崎トモコ富士島エンジン for the life。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回ご紹介するのは BMW の5シリーズグランツーリスモです。5シリーズのボディバリエーションの一つというよりは全く新しいジャンルの車なんだよと BMW は説明しています。BMW には3シリーズや5シリーズといったセダン、それに X5 や X6 といった頭に X がつく SUV、今度のこの5シリーズのグランツーリスモは、これまでになかった、クロスオーバーカーといったジャンルのイメージですよね。そうだね。でその具体的な中身なんですけれども、ボディはテールゲートを持った4ドアで、通常のセダンよりも車高がちょっと高くなっています。リアシートは分割して倒すことができ、荷物をたくさん積むステーションワゴン的な使い方もできます。そして注目はこのツインテールゲート。大きな荷物を積むときはゲート全体を、小さな荷物を積むときはリアウィンドウの下にあるゲートを使うというように2通りの使い方ができます。エンジンは3リッター直列6気筒ターボと 4.4 リッター V 型8気筒ターボの2種類、どちらにも新型の8速 AT が組み合わされます。このセダンよりも高いユーティリティながら SUV ほど武骨ではないといったエレガントなイメージですね。そうだね。今流行のクロスオーバーカーということなんですけれども、問題はそこにどのくらい BMW らしい走り味が注入されているかということなんで、今回試乗は3リッターターボの 535i で行いました。 VTR ご覧ください。新しく登場した BMW の5シリーズグランツーリスモを今高速道路で試乗しています。この車パッと乗って一番おって思わされるのはやはり視線の高さですね。従来の5シリーズあるいは7シリーズ3シリーズといった普通のセダンと比べると、やはり着座位置それから目の視線ですね、それが高い位置にあるんで、ちょっと SUV 的な感覚けれども SUV ほどは
高くないという、まあ、その中間的なところに落ち着いてます。まあ最もおっと思わされるのは鉱石ですよね、かなり広い鉱石を持ってます、まあ、7シリーズと比べても、まあ、負けてない、そんなもう本当にリムジン並みと言ってもいいぐらいの広さを持っているんで、5シリーズとついてますけれども、まあ、5シリーズよりも明らかに上と言っていいですね。高速道路を走っている時の乗り心地は、まあ、とってもフラットで車が重いんですごくどっしりしてるなという印象ですね、まあ、直進性も、まあ、日本の速度域で、走っている限り、まあ、鼻歌混じりといった感じで全くどこにも問題はないですね。今日乗っている535が搭載しているのは3リッターの直列6気筒ターボということで、まあ、実はこれは3シリーズ、7シリーズあるいは1シリーズでおなじみのエンジンというふうに思われがちなんですが、実は今回かなり大きな改良のメスが入っているんですね。で、従来がツインターボだったものをシングルターボにしてバルブトロニックというものを組み合わせています。まあ、狙いはやはり燃費でしょうね。ちょっと僕心配したのがツインターボからシングルターボになったってことで低速域のトルクどうなのかななんて思っていたんですが、全くそれは杞憂ですよね、本当に1000回転ちょっとのところからぐっと太いトルクが出ていますし、扱いやすさの部分は全くそのシングルターボになっても悪くなってないです。それから何よりやっぱりそのフィーリングですよね、エンジンの気持ちよさ、そこをすごく強く伝えてきてくれるのが、やっぱ BMW 好きにはたまらないんでしょうね。市街地に今降りてきたんですが、まあ、この車全長は約5メーターで、ホイールベースも約3メーターととっても大きい車なんですが、意外なことにこういう街中に降りてきてみても大きさってあんまり感じないんですよね。低速域ではちょっと切っただけでスッと曲がる、そういうアクティブステアリングという機構がついているんで身のこなしが軽快であるということと、あとはやっぱりちょっと高い位置に座っているので、まあボディの、見切りを、つかみやすいというのもあるんでしょうね。今街中のちょっとしたカーブがあるところに来たんですけれども、やっぱりその路面の接地感であるとか、このステアリングから伝わってくるタイヤの状況、路面の状況、それがものすごく濃密だっていうことが BMW のこだわりだし技術の高さを感じる部分ですよね。そして今回は5シリーズグランツーリスモ最大の特徴であるリアのユーティリティをチェックします。通常のセダンよりも床が高いので乗り降りは自然にできます。開口部も大きくて頭上にかなりのゆとりがありますよね。3メートルという長いホイールベースのおかげで足元空間は拳が5つ、そして頭上の空間は拳3つが入って開放感があるんですよね。かなりゆったり過ごせます。さらに左右独立でシートがスライド、最大100ミリ動いてくれます。背もたれも調整できるんですよ。それでは皆さん注目のツインテールゲートの使い方です。ゲート全体を開くときは向かって右側のスイッチを押します。自動で開いてくれるんですね。そして閉めるときも電動で閉まってくれます。向かって左側のスイッチを押すと小さな荷物用のゲートが開きます。まあ、寒い日も車内に風が吹き込まずに済むんですね。なるほどね。これは凝った作り、ツインテールゲートね、もうびっくりするぐらいの作りなんですけれども、まあ、この5シリーズグランツーリスモ、名前は5シリーズですけれども大きさは7シリーズと同じぐらいなんで、まあ、7シリーズを買うつもりっていうよりもむしろなんかもうちょっと荷物を積みたいとかカジュアルに使いたい、そんなノリで選ぶのもいいのかもしれません。まあ、今回試乗したのは3リッターターボでしたが、まあ、V8 の 4.4 リッターエンジンを積む 550i の印象はいかがでしたか。はいはいはい、当然エンジンの、ね、出力あるんですごく速いんですけれども、それ以上に僕が感じたのはすごく乗り心地がソフトでラグジュアリーな車になっている、より高級車らしい乗り味の車っていうものを求めるなら、まあ、8気筒いいかもしれません。この後はインポーターの方にお話を伺っています。一旦 CM です。
はい、ここからは5シリーズグランツーリスモ、商品担当された BMW ジャパンの近藤さんにお話を伺ってきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近藤さん、僕この車見て本当驚いたんですね。 BMW がこういう車を出してくるのかっていうのがかなり自分的には意外だったんですけれども、これはかなり多くのジャンルをこうクロスオーバーさせた車だそうですね。その通りですね。もともとやはり規制概念にとらわれない新しいジャンルの車を開発しようということでこのグランツーリスモは開発されています。うん、ただしやはり今までのですねこの、セダン、うん、もしくは、快適性や、ユーティリティ性を重視した SUV だとかステーションワゴン、うん、とやはりデザインはクーペというこの、うん、まあ、3つのですね新しいジャンルの要素をの長所を取り入れて、うん、新しく、まあ、開発されたというのがとても新しく見えるのかなというふうに思います。うんうん、後席は本当に広いですね。ありがとうございます。よく社内でも話をしているんですが、うん、その飛行機のですねファーストクラスのような快適性というのが実現できています。うん、具体的にはリアシートがですね標準の装備のシートでも前後のスライドが10センチほどできますし、リクライニングも33度できてですね、うん、実際にリアのシートは現行の7シリーズに匹敵するレッグルームがございますし、うん、あとは今現行の X5 ですねの、ヘッドクリアレンスがあるということで、うん、実際に乗っていただくと外のですねこのクーペのエレガントのデザインから想像できないような快適性だというのを実感できると思います。うん、そのセダンの中でもやはりこのユーティリティ性は欲しいと、ただそのフォーマル感というのは欲しいということで、まあ、今回新しくこの、グランツーリスモに特徴であります、ツインテールゲート、これがかなり、イメージとしては掴んでいただけるのかなというふうに思います。あれ面白いですね。ありがとうございます。凝ってますよね、かなり。そうですね、うん、やはり特に欧米なんかですと、こうホテルでですね実際にお車をつけていただいた際に小さい荷物を取り出すにもですね、うん、大きなハッチを開けるというのはやはりこうフォーマル感に欠けるという時に、まあ、通常のセダンのようにですねリアの小さめの、テールゲートを開けていただくことによってですね、まあ、騒音も入らないということで、うん、居住性快適性を実現できているのかなというふうに思います。うん、なんかやるときは徹底的にやるっていうのがやっぱりドイツメーカーらしいですね。まあ、BMW っていうと駆け抜ける喜び、走りの楽しさっていうのをすごくこうコアバリューに据えているブランドですよね。やっぱりこのグランツーリスモでも BMW らしい走りはかなり残ってますね。ただこのグランツーリスモはですね、うん、日本におけるその、まあ、販売をしていくに際して、はい、BMW エシェントダイナミクスという、うん、開発指導があるんですが、これのですねコミュニケーションも同時にしていきたいというふうに考えております。うん、まあ、具体的に言いますと、まあ、パフォーマンスは上げつつも、消費電、うん、燃料は下げるということとかですね、そういうのを実現しております。うん、535にこの度搭載される新型のエンジンは高精度ダイレクトインジェクション、はい、バルブトロニック、はい、あとツインスクロールターボチャージャーというのをですね、うん、世界で初めて組み合わせたエンジンになっておりまして、うん、発足のですねオートマトラトマチックトランスミッションと相まって、うん、実際にこのエシェントダイナミクスを感じていただけるような、うん、パフォーマンスもありつつ、燃料も消費もですね抑えたようなエンジンになっております。うん、そうすると BMW の持ってる最新技術を全部これに今注ぎ込んじゃったっていう感じですね。まさにその BMW エシェントダイナミクスを具現化したモデルとして、うん、皆様も乗っていただけるとですね、うん、お感じいただけるのかと思います。うん、はい、ではここで BMW5 シリーズグランツーリスモの評価に行きたいと思います。僕の評価はこうなりました。丸ですね。これ X5、X6 SUV ですけれども、リアシートを倒した時の、荷室容量、これはこの5シリーズグランツーリスモのが大きいんですね。こうした乗用車的なスタイルをしているにもかかわらず、そのぐらいすごい積載力を持っているというのは、まあ、大したもんだなと思います。で、一方のロキトエンジンのフィーリング、これ×にしたんです。通常走っている時はさっき VTR で褒めていたようにとってもいいエンジンなんですが、回していった時、高回転は、先代のツインターボの時代の方がより滑らかだったかなと。というのも先代が僕はもう世界一のロキトだと思うぐらい素晴らしいエンジンなんで、今のも悪くないですよ。でも前の本当にすごいものと比べるとちょっと落ちてる。そこら辺で今後の熟成に期待をしたいというところです。はい、なるほど。はい、私はですね、新ジャンルのもてなし感、これが丸のポイントです。
まあ、今回ロングドライブを快適に過ごすための機能が満載ですよね。まあ、ファーストクラスのようにゆったりくつろげるシート、まあ、それからツインテールゲートなんかもすごくユニークで、まあ、一つ先回りした高級ホテルのようなそのもてなし感がすごくいいと思いました。うん、そしてバツ、これはですね、後席の膝も下空間がちょっと欧米サイズのスケールだなと思ったんですね。ちょっと小柄な女性ですと高さがありすぎて、まあ、着物なんか着た女性ですと、まあ、7シリーズのセダンなんかの方が乗りやすいのかなと思いました。うん、ちょっと段差がね大きいかもしれないよね、子供なんかにも ね、 そうですね。というわけで2人の評価このようになりました。一旦 CM です。若い人の車離れなんかがささやかれる昨今の日本なんですけれども、車の魅力、本当にこれはねすごく奥深く幅広いものだと僕らは思っているんですね。そこで車で行こうでは今後、各界で活躍する車好きの方をお招きして、改めてそのトークを通してね車の魅力についてを探っていきたいと思います。トークインモーション第1回目は放送作家で脚本家でいらっしゃる小山薫堂さんです。小山薫堂、楽しさの屈辱、料理の鉄人など斬新な番組を数多く手掛けてきた放送作家。最近ではアカデミー賞映画送り人の脚本を手掛けるなど活躍の場をさらに広げている。愛車はアストンマーチンとレンジローバー。そんな彼にとって車とは。小山さんは結構僕車がお好きな方だなと、はい、いろいろ話は伺ってるんですけれども、はい、今はどんな車を乗ってらっしゃるんですか。今はですね、レンジローバーとそれとアストンマーチンの DB9 ですね。うん、いいですね。はい、イギリス車で。イギリス車ですね。うん、イギリス車ってなんとなくその新品の時の方がかっこ悪くて、うん、持つほどにかっこよくなっていくような感じがするんで、うん、まあ、そういうこともあってかなんかイギリス車が好きなんですよね。うん、今その世の中で若い人たちの車離れっていうものが進んでいると言われてますけれども、それなんでなんでしょうね。僕はやっぱりこう豊かすぎるからかなという気もしますよね。うん、簡単、あとそのやはり合理的なものを社会が求めすぎてるから、うん、その合理性という点からだけで考えると持ってるよりもレンタカーの方がいいかもしれないと、うん、特に東京では駐車場代も高いですしね。うん、世の中ミニバンばっかり走ってるっていうのを見れば一目瞭然ですよね。はい、それ大人たちがそういうものを選んで乗ってるんですよね。うん、そうですね、そういうのあるかもしれません。あとメーカーがやはり、簡単な車を作りすぎてるっていうのも、うん、運転するのに、うん、昔みたいにエンストする車もありませんし、うん、誰かに押してもらうような車もありませんし、うん、僕はそのよく生き地っていう言葉を使うんですけど、うん、生き地ってのはその人間が感覚を刺激ある刺激を受けて感覚を感じるこう一つのラインを生き地っていうらしくて、うん、生物学的に、うん、まあ、匂いなんかよくわかるんですけど、うん、臭い匂いを感じると臭いと思うけど、それが生き地がそれによってこう上がるとこれよりもっと臭いものを嗅がないと臭いと感じない。車という乗り物の便利さっていうものがこう行き地がすごく上がってしまってるんで、うん、これを超えるには、うん、いいな、車がいいなと思えるにはなかなかこう限界点が上げなきゃいけなくて難しくなってる。うん、なるほどね。私小山薫堂さんにずっとお伺いしたかったのが、はいはい、東京スマートドライバーの話なんですね。はいはい、まあ、あれの発起人をされているということなんですが、はい、今まで事故防止というとなんとなくこう上から目線の標語が多いじゃないですか。止まれとか、はい、スピード出すなとか、うん、とにかくなんとかはダメ、なんとかはダメっていう、うん、それだったので、そうじゃなくて、ドライバー同士がこう声を掛け合うような同じ目線で、メッセージを発信しようということで、うん、
考えていて、まあ、今のようなあのメッセージになってきたんですね。この3月28日まさに今日首都高の大橋ジャンクションが開通になって、まあ、あの本当に首都高もどん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 走りやすくなってる一方で、やっぱりその走りやすくなる渋滞が減るとスピードも出がちなんでね。でもそこら辺っていうのはそのドライバーの意識っていうのはすごく大切ですよね。そうですね、これ僕スマートドライバーのキャンペーンやりながら発見したんですけど、道路に感情移入すると必然的に安全運転になるんですよ。感情移入ですか？感情移入、あのつまりお袋の味が美味しいと思いますよね。それは大好きなお母さんが作ってくれたから美味しいと思うわけで、あの巨大なトンネルを掘って作るまでにいろんな人のすごい苦労があるんですよ。せっかくそういう走りやすい道路がたくさんあるのに、これをそのままにしとくのはもったいないなと、いい道路をもっと走って、だから道路の僕はそうそうミシュランに言いたいんですよ、料理屋に星つける前に道路に星つけろって言いたいんですよ。それはいいアイデアですね。うん、道に星をつけるっていうのはこれはいいアイデアだよね。いくら楽しい車でも道が良くなかったらなかなか楽しめないからね。そうですよね、まあ、小山さんはさすがに脚本家とか放送作家というだけに人の気持ちの繊細な部分を表現される方じゃないですか。東京スマートドライバーの取り組みもとても面白いですよね。まあ、トークインモーション、来週は小山さんの考えるこれからの車像について伺いたいと思います。ここで番組からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌10誌の中からご希望の本を抽選で100名様に無料でお送りします。お申し込みの方法は郵便はがきにご希望の商品名、住所、氏名、電話番号、番組に関するご意見ご要望を書いてご覧の宛先までお送りください。またインターネットでも受け付けています。 TVK ホームページまでアクセスしてください。今回 BMW5 シリーズグランツーリスモを取り上げてきたわけなんですけれども、まあ、僕はあのインタビューで近藤さんにも聞いてたように、なんで BMW こういうちょっと背の高い乗車出してきたのかな、スポーティーなメーカーだったはずなのにななんて思ったんですけれども、ともちゃんはどうですかそこら辺は。はい、まあ、今回結構いろんな工夫が盛り込まれた車でしたよね。まあ、確かに厚みもあってサイズも大きい車なんですけど、例えばなんか狭いところの取り回しなんかもトップビューって言って、あのリアビューカメラだけじゃなくて車を上から見たように見せて障害物を確認させる、まあ、そんな工夫もあったりして、でも実際に乗ってみるととても快適で、乗れば乗るほどに、いい車だなって思ってきちゃう。なるほどね。なんか僕思ったのは、僕は結構 BMW前から好きだったのね。まあ、普段はそう好き嫌いってなかなか出さないようにしてんだけど、でも実は BMW 大好きだったんですよ。でともちゃんはどっちかっていうとあんまり自分の趣味じゃないかなと思ってたところあるじゃない。まあ、確かにドライバーズカーってイメージもすごく強くて、だからなんかこの車ってきっと BMW 好きにはあんまり刺さんないんだよ。でも BMW にあんまり興味なかった人にはすごく刺さるんじゃないかなと思うんだよね。なんか女性的に見るとすごくその感性の、例えば走り出しの滑らかさとか、そういう感性の部分に最近すごく迫ってきているところがすごくこうツボに入るんですよね。だから多分これは従来の BMW オーナーが5シリーズグランツーリスもいいねって乗り換えるんじゃなくて、きっと他のブランドからお客さんをこっそり持ってこようっていう狙いの車だと思うな。確かにそういう車としてはとても懐が深い車っていうそうですよ ね、実際に乗ってみると BMW の良さ、まあ、エンジンであるとかサスペンションであるとかいろいろ詰まってるもんね。そうですね、まあ、そういう意味ではいろんなジャンルの人たちを満足させる車になっているなと思います。次回はボルボ C70 を紹介します。それではまた来週。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。